カミーユは。ようこそ、クルーズ。なら、敵になるのはやめて。私に優しくしてよ。ちぃ、カミーユ、早くゼータに乗れ。クワトル隊員、フォーさんの様子が。薬物と催眠、そしてサイコニーからの強制。まともな精神状態ではあるまい。それが、記憶ルーム。じゃあ、彼女はもう。ブルネさん、カミーユフが戻ってきてる。あとは、彼次第で。Thank you.
かわせるか。くらえ。さくら、目的地は？この先のシャトル発射場。キターンズの幹部が脱出しようとしてる。空に見える。ジャミトか。ジャミトフハイマン大将を守るためにサイコガンダムが出てきてるんです。小隊長、奥のシャトル発射場に急いで。フォー、私は記憶が欲しいの。自分のことをもっと知りたい。これがサイコガンダム。フォーさんは？フォー、サイコガンダムを降りるんだ。お前たちを倒せば私はもう苦しまないで済む。フォー、まだ分からない。バカに頼むぞ。そこに行ったんだ。キャッチ、離れてろ。タイ、やめてください。攻撃はしないの。どうしろというんだ。僕が説得します。この程度。さあ、くらえ。直撃させる。もう近づかないで。私に構わないで。目を覚ませ。フォー、俺だ。カミーユだって分からないのか。カミーユ、自分のやっていることが分かっているのか。まずいな。ユノ、サイコガンダムを頼む。制空権は我々で確保する。了解です。小隊長、クワトル隊員と連携して。カミーユ、来い。乗っちゃいけない。フォーはもうこんなマシーンに乗ることは。私の記憶を奪うやつはみんな壊れてしまう。フォー、やめろ。戦うんじゃない。カミーユ、もう諦めろ。戦うんだ。迷いは自分を殺すことになる。ここは戦場だぞ。だけど僕は人間です。戦いの中で人を救う方法もあるはずだ。あるわけないだろ。クワトル隊員の言うことの方がよっぽど理想論だ。あの自由の場所。このマシンは私は。システムという構成か。ダメだ、それに乗っちゃ。それは悪魔のマシンだ。さくら、彼女を降ろすことはできないの？無理だ。父さんは自分の意思で連絡するんだから。そうか、催眠病。じゃあもう破壊するしかないの？そんなこと。俺は父を守る。危険だな。それではアムロレッキー。みんな消えてしまう。なんというプレッシャーだ。サイコミンが人の心を具現化させているのか。ソロモンもリグザムの時と同じ。記憶が欲しいだけなのに。それがそんなにいけないことなの？そう。下がれ、カミーユ。かわいそうだが、君はまだ死ねない体だ。そんな。戦士は生きてる。私はここで終わりなの。やめてしろよ。カミーユ、ここだ。フォー、これでどうだ。サイコガンダム機能停止。ジャミトフ最小のシャトル離陸しました。ミスミス逃がすとは。チターンズのモビルスーツが接近中です。気をつけて、タイさん。これでブレイク修正は完了。ブレイクアウトするわ、ミノ姉さん。待ってよ、まだ戦いは終わってないじゃない。フォーさんも助けられるかもしれないのに。この勝利、必然のなせる技だ。これならいける。